はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、思わず売り場でおーっとなったペンケース発見。はい、今回ね、皆さん紹介するやつなんですけどね、まあ半分ね、これネタですね。はい、まあでもですね、まあ結構ね、これ環境に配慮してたりとか、ちょっとね、今まで見たことないような感じのパターンのやつだったんで、まあ興味本位でですね、まあ買ってきました。で、値段もね、そこまで高くないんでね、まあぜひ皆さんもですね、面白いなって思ったりとかね、なんかね、ちょっとね、いろいろと活用してみようかなって思われた方はね、まあ買ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあいろんな方がいらっしゃいますけど、今回の動画もぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まあ、今回ですね、まあ、皆さんに紹介するやつがこちらになります。じゃーん。はい、こちら、はい、なんとですね、麦わら配合のペンケースになります。はい、いやー、いかがですかね、これ。はい、まあ、某ね、漫画とかアニメがですね、まあ、頭にね、思い浮かばれた方もね、まあ、非常に多いんじゃないかなと思いますしね、まあ、自分自身もね、まあ、そうだった感じなんですけどね。はい、まあ、富、名声、力とかがですね、まあ、特に富ですね、まあ、そんなに、なくてもですね、まあ、これ、100均でね、これ、ダイソーさんで買うことができて、まあ、これ、そうですね、まあ、値段もですね、まあ、100円になります。はい、というようなね、まあ、感じの、こんな感じのペンケースです。はい、こちらか、そんなになんかね、まあ、透明で見たら、あれ普通の黒いペンケースかなと思うんですけど、一応これ麦わらがこれ配合されてる感じになります。はい、でこちらですね、はい、まあ、こちらかはもう思いっきりこれなんか配合されてるなっていう感じですけど、ちょっとこれ集合体恐怖症の方にはちょっと注意なブツブツみたいな感じですね。まあでも一見これそうですね、なんか石みたいな感じ、うん、なんかそういうのにもなんか見えなくもないなみたいな感じなんでね、まあちょっと面白い演出みたいなのもできるんじゃないかなと思います。で、自分お店で見つけたのがね、まあこの2種類な感じです。もしかするとこれ以外にもあるかもなんですけど、はい、まあこんな感じで2種類見つけて、まあ2個買ってもまあ200円かなと思ってね、はい、まあ動画で皆さんにぜひ紹介したいなと思って買ってきました。はい、じゃあパッケージの方を見ていくんですけど、はい、こんな感じでダイソーさんの最近のまあロゴが入ってます。まあ現行品でまあ最近見つけたんでね、まあおそらくまあ新商品かなと思うんですけど、ちょっとねネットの方見てもあまりね情報の方載ってなかったですね。はい、で環境に優しい天然素材配合って、ね、書いてあるんですけどね、まあ、ぶっちゃけこれが麦わら配合みたいな感じなんですけど、そうですね、まあ、最近結構こういうのを混ぜるみたいなねアプローチとかまあいろいろあったりもします。まあ、これは麦わらですね。はい、どうなんですかね、これなんか使用後のやつなのか、なんか廃棄されたやつなのかちょっとわかんないんですけど、じゃあちょっと麦わら帽子ですね、まあ、家にあったやつ出したいなと思います。じゃあ、はい、まあ、こんな感じですよね。はい、まあ、これがなんか細かく砕かれて、まあ、この中にまあ入ってるよみたいな感じなんですけどね。いかがですかね。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、白いやつになんかこういう風に混ぜてあるような感じですかね。はい、まあ、こんな感じのね、まあ、やつになります。ちょっとパッケージの方に戻りましてね、まあ、ここのところ見たいなと思うんですけど、はい、まあ、ここに書いてあるね、これ数字に関してはこれ一緒ですね。6184です。まあ、ペンケース。で、ここに書いてある文字に関しても、これもですね、まあ、ちょっと見えにくいんですけど、まあ、同じことが書かれてるかなと思います。じゃ、ちょっとね、裏側見ていこうかなと思います。はい、まあ、後ろのところもですね、まあ、これ見てみるとね、もう同じな感じなんですよね。なんでこれパッケージに関してはね、もう共通ですね。これ上に書いてあるこれバーコードに関してもこれ一緒な感じになります。はい、まあ、色に関してもね、まあ、ブラックナチュラルとか、まあ、自分名前つけたいところなんですけど、まあ、そういう表記とかもまあ特にまあ書かれてない感じです。で、保管方法に関してもこれなんかいっぱい書かれてそうなんですけど、これそうですね、まあ、ローカライズされたね、まあ、言葉でこういう風に書かれてるんで、まあ、この上のね、2行ぐらいしかないです。まあ、特に変わったことは書いてないかなと思います。で、使用上の注意に関してもこれも特に変わったこと書かれてないですね。で、まあ、材質に関してはまあポリプロピレン、はい、まあ、こういう系でよくある素材ですね。まあ、それに今麦わらがまあ単純に混ぜられてるかなという感じです。はい、で、まあ、ここのところなんか英語で書いてあるんですけど、まあ、これも特に変わったことは書いてなくて、はい、でもインドネシアですねこれ。はい、まあ、インドネシアってここ書いてあるかと思ったら、下のところになんかチャイナとか書かれてますねこれ。はい、まあ、でここのところですね、まあ、ペンケースナンバー6184というふうにまあ書かれてて、この横にもね、なんかいろいろ文字が書かれてるんですけど、ここに書かれてる文字に関してもまあ一緒ですね。はい、まあ、YM21P12 で S079 という、まあ、同じやつが書かれてますね。6184ですね。
はい、でまあダイソーさんのね、まあこれロゴだけが入ってて、まあここのところにロットナンバーもついてるんですけど、ロットナンバーまで一緒ですね。まあ今回はこれシールでこういう風に貼られてるような感じです。でまあこの材質プラみたいな、あ、外のこれの袋ですね、まあこのプラっていうのがまあ書かれてる感じです。まあダイソーさんのロゴだけが書かれてるんで、まあダイソーさんのまあオリジナル商品になるかなと思います。まあこれがいっぱいバーっとこういう風にあの吊り下げられてたんですけど、まあ自分が見つけた種類というのがまあこの2種類という感じです。はい、ということでね、じゃあこれね、中身の方ちょっと開けてみましょうか。はい、まあ上のところがこういう風に開くんですけど、じゃあちょっと中身の方ね、こういう風に取り出してみたいなと思います。はい、まあ、中身を取り出してみるとこんな感じになってます。はい、いかがですかね。まあ、普通のポリプロピレンのまあペンケースと同じぐらいのまあ大きさになるんですけど、じゃちょっとね、大きさの方をね、まあ、あの測ってみたいなと思います。じゃちょっとノギスの方をね、まあ、あの出してみます。はい、まあ、こちら出してみまして、まあ、ゼロのところで合わせて、はい、大きさ測ってみますね。はい、まあ、こちらかがまあ64ぐらいですね。でこの厚みに関してなんですけど、これはそんなにないかな、まあ、25ぐらいですね。はい、でまあ、ここの長さなんですけど、これはちょっとノギス限界来てるんで、じゃあちょっとこれですね。はい、まあ、折りたたみのこの定規、まあ、これこのまま入るぐらいですね、緑の。ちょうどいいぐらいですね。はい、まあ、ちょっとこういう風に広げてみまして、ちょっと大きさの方をまあ測ってみるんですけど、そうですね、18.5 から4ぐらいかな。18.4 ぐらいですね。はい、まあ、これぐらいのまあ大きさになるかなと思います。まあ、これぐらいのまあ定規が入ったら十分ですよね。はい、ということでね、じゃあ中の方ですね、まあ、オープンの方してみたいなと思います。中はこんな感じです。はい、まあ、中はあのこんな感じですね。まあ、外側のこのマット感と、ちょっとザラッと感があるんですけど、はい、中開けてみると、こういうのはちょっとツルッと感みたいな、まあ、こんな感じになります。はい、まあ、こっちもこんな感じですね。はい、まあ、そこに関してはまあこんな感じです。まあ、特に変わったことないですね。なんかスタッキング用のこういう風に積み重ねるなんか溝とかそういうのはまあついてないような感じです。ここのところになんかちょっとへこみがちょっとあるような感じですけど、まあこれはよくあるなんかへこみみたいな感じですね。はい、まあこんな感じです。はい、まあこれにね、まあ、どんなもの合わせていくかなんですけど、こっちかはね、結構わかりやすいですよね。あの黒統一、はい、まあそんな感じでやっていったらいいと思うんで、まあこんな感じの黒いペンですね。はい、まあこういうのを入れてあげるといいかなと思います。ちょっとこういうふうな傘がね、あるようなやつ、これも入るのかな、ちょっと見てみたいなと思うんですけど、そうですね、だいたい 1,2,3,4、5本、うん、5本入るぐらいなんですけど、ちょっと厳しめなんで、そうですね、まあ4本ぐらいで、うん、置いておくのがいいかな、まあそれぐらいかなと思います。じゃあちょっとこれ、蓋してみるんですけど、蓋するとこんな感じですね。でこれね、材質なんですけどね、これ、まあ、一見黒のようにも見えるんですけど、これ近づくと若干この辺とかなんかちょっと茶色いやつ混じってるの分かりますかね。ここのところはちょっとね、大胆に結構ザラザラっとこういう風に入ってるような感じなんですけど、うん、まあ、よく見ると、まあ、これ透明で見ると分かんないんですけど、まあ、若干こういう風になんかテクスチャーみたいな感じでちょっとこういう風にあるかなっていうのが、まあ、今回のこれの特徴ですね。はい、でもまあこんな感じで結構マットなブラックで、個人的にはなんかね、面白くていいんじゃないかなと思いますね。はい、でまあここのところですね、まあ大きさどれぐらいかな、消しゴムでちょっと見てみたいなと思うんですけど、はい、まあ、これでちょっと見てみましょうか。はい、あのまあシードさんのレーダー消しゴムなんですけど、これあの S100、まあ、これ100円とかまあ80円とかになってるんですけど、まあ、これで大きさでちょっと見てみるんですけど、そうですね、 S60、まあ、これぐらいなんですけど、もう一回り大きくてもいけるかな。 S の80 も入りますね。100いけるかな。あ、100もいけますね。はい、まあ、こんなぐらいで、まあ、割と大きい消しゴムもね、上のところにまあこういう風に入れてあげることができるかなと思います。ちょっとこれ色合いが合わないですけどね、まあ、黒系のやつでなんか入れてあげるとまあ綺麗に合うんじゃないかなと思います。じゃあこっちですね、はい、まあ、こっち何が合うのかなみたいな感じなんですけど、そうですね、まあ、薄い木軸系いってみましょうか。はい、まあ、こんな感じで薄い木軸とかこういう風に合わせてみるんですけど、うん、まあ、薄い木軸でもいいですし、濃い木軸、はい、まあ、こんな濃いようなやつとかもこういう風に入れてあげてもまあ綺麗ですね。まあ、木はちょっと結構かさばるんで、まあ4本ぐらいですね、やっぱり。はい、であとはですね、まあそうですね、木軸以外にもなんか茶軸系とかかな、はい、あのまあこういう風なやつとかですね、まあ入れてみたりとか、薄いやつ入れてみたりとか、まあこういうのでも結構、うん、いい感じで合うんじゃないかなと思います。はい、あとはそうですね、白系のやつとかですね、はい、まあ、こういうのとかも、あ、白も結構いい感じですね。はい、
まあ、キーじゃないですけど、こんな茶軸白系もこんな感じで綺麗に合わすことができるんじゃないかなと思います。まあ、消しゴムもそうですね、まあ、この青いやつがちょっと目立つんで、まあ、白系でこういう風に入れてあげると、はい、非常に綺麗に持つことができるんじゃないかなと思います。はい、というような、ね、感じでね、皆さんいかがですかね。まあ、こんな感じで面白いやつなんですけどね。はい、まだね、ちょっとね、あのワンピースとかのね、はい、あの最終のね、あのまあもの、あの目的地に何が置いてあるかとかわかんないんですけどね。はい、まあ、これがね、最後のところちょっと置いてあったらですね、まあ、結構面白かったりするかなと思うんですけど、はい、まあ、こんな感じのね、ちょっと面白いやつをですね、あのまあ偶然ね、探しに行ったらあったというような感じでね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。はい、この動画良かった、面白かった、参考になったという方はぜひグッドボタンをでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。